80や、100キロ突破。すごない。下半身ムチムチやで、井川みたいな太もも。全然デブって感じじゃないやん、下半身すげえ井川みたい。藤波慎太郎197センチ98キロ、西純也185センチ100キロ。藤波今104キロやったはず。だいぶでかなったんやな、めっちゃ細く見えるのに。来年は普通に重賞行くわ。ムッチムチで草生える。理想は先発完投型、そういう投手になりたい。何球投げても球速が落ちないのが取り柄というか持ち味だと思っている。自分はタフさがあると思うので良さをしっかりと出していけたら。こいつ急にムキムキマッチョのスタミナお化けになったな。ええやん。確実に膝痛めそう。増やしすぎてない？大丈夫？マジで打者やらせたい。いい体になった。投手ってそこまでいらんやろ。体重増やしやすい体質なんかな。抑えとかややええんちゃう。体重上げても肩肘の負担は変わらなくないか。膝やる可能性の方が高いやろ。下半身えぐいぞ。投手も野手も下半身大事よ。全然100キロあるように見えないけど全身筋肉なんか？これで100キロもあるんか。すごいな。太りすぎじゃね？シーズン入って夏場になったら嫌でも痩せるらしいし。練習と試合のスタミナはちゃんやん。おばたに5キロぐらい分けてくれ。二遊間の選手は体重増やせばええってもんでもないしな。サトテルもこれくらい練習してくれたら、練習戦と藤波見たくなるしな。なんかまたでかなってるな思ってたんや。フィールディングとか大丈夫なんかな。野手のセンスある投手は大体うまい。今年見てても体ごつくなったなと思ったわ。すでに長距離砲の野手の体やろ。それくらい鍛えるやつじゃないと高卒であんな活躍できないわな。伊藤正志が今は一番完投能力あるから完投に体重ってそんないるかなと思うけど。なんであんな完投能力あるんやろうな伊藤正。坂本より打てそう。100キロってデブやん、メッセンジャーかよ。どんどん太れ。打力もアップしてそう。主砲としての期待がかかる。真の主砲になる日も近い。一番欲しい右の大砲ここにおるやん。二刀流とか言ってるけど飛ばす能力あってもバットに当たらないと意味ないよ。当ててる定期。打てばホームラン、ツーベース、打順は8番。大山身長181センチ体重92キロ、佐藤身長187センチ体重94キロ。サトテルよりがたいやん。主砲西純やんか。西純より打てそうな外野手が2人も見当たらん。今からでもレギュラー取れるやろ。外野やってほしい、島田なんかよりは打てるだろ。西純はサトテルと大山の次には打てる。今年の打率2割3分1厘か、来年は四球を取りたいな。割と真面目に野手転向してほしい、投手なんかなんとかなるし。元々の骨格が大きいんやろうな。だから筋肉つけやすい。意図した増量なんか、プラスに出るかわからんけどすごい。そんなでかかったか？太りやすい体質ではあるやろな。調整できる投手だし夏場減るからちょうどええんちゃう。スピード違反したのかと思ってビビるからすれたい2キロ入れてくれや。森木がムキムキやから触発されたか？故障に強そうなのがいいよね。西純はショートアームで投げてるぐらいだしこういう馬力で投げるピッチングフォーム向いてるんやろ。藤波みたいなフォームやバネで投げる投手は修正が難しい。投手はショートアームが正解なんやろな。ダルビッシュも大谷もショートアームにフォーム変えたし。ショートアームってちょっとダサく見える以外になんかデメリットあるんかな。そもそもの馬力がないと球威出ないとか。デブで無双してた投手っておったっけ。メッセンジャー菅野。西純はまさかコントロールがあんな改善するとは思わなかったわ。この体格ならバッターやらせてもええやろ。ピッチャーは体重ある方が絶対強い。